マックス・アラン・グラデルは、コートジボ・ワール・アビジャン出身の同国代表サッカー、選手、スイバス・スポルに所属する。ポジションはフォワードで、両、サイド、特に右サイドのウィングとしてプレーする。レスターシティのユースから2007年にトップチームに昇格し、2007年5月5日にレスターシティと、自身初のプロ契約を結んだ。 2007から08シーズン当初は1ヶ月間の期限付きでボーンマスでプレー。後に期限が2007年内、シーズン終了後までと延長され、シーズンを通し、ボーンマスでプレーし34試合で9得点を記録。2008年2月6日には、レスター式との契約を3年延長。半年後の2008年8月14日には2012年6月まで契約を延長した。 レスターシティに戻った2008から09シーズンはリーグ戦27試合に出場しチームのフットボールリーグ1優勝チャンピオンシップ昇格に貢献した2009から10シーズンはリーズユナイテッドへレンタル移籍しレギュラーとしてプレー。1月に一旦レスターシティに復帰するも活躍を認められリーズユナイテッドへ完全移籍し2年半の契約を結んだ このシーズンはリーグ戦32試合に出場し6得点を挙げリーズユナイテッドのチャンピオンシップ昇格に貢献。しかしチームが昇格を決めたブリストルローバーズ戦では暴力行為により退場処分を受けた。2010から11シーズンはリーグ戦41試合に出場し18得点を挙げる活躍を見せシーズン終了後にはチーム年間最優秀選手賞の ファン選出部門、選手選出部門の両方を受賞した。またこの活躍から、プレミアリーグの入滑するユナイテッドやブンデスリーガのハンブルガー SV が獲得に興味を示した。2011年8月30日にリーグアンのサンティティエンヌへ完全移籍し、4年契約を結んだ。2014から15シーズンはリーグ戦23試合に出場し17得点を、 上げる活躍を見せた。2015年8月4日に、ボーンマスへ移籍するが、8月29日のレスターシティ戦で人体を負傷し、長期離脱を強いられた。2017年8月16日、トゥールーズへレンタル移籍した。期間は1年間。2018年6月25日、トゥールーズへ完全移籍した。2020年シーズンから、 トルコのスイバススポルでプレーしている。2010年11月10日のポーランドとの親善試合でコートジボワール代表に初招集され、2011年6月5日のアフリカネーションズカップ2012予選、ベナン戦で代表デビュー。2012年8月15日のロシアとの親善試合で代表初得点を挙げた。2014FIFA ワールドカップに臨む コートジボワール代表に選出され、グループリーグ第2戦のコロンビア戦に先発出場した。アフリカネーションズカップ2015では、グループリーグ第2戦のマリ戦に途中出場し87分に同点ゴールを上げ引き分けに持ち込むと、第3戦のカメルーン戦ではコートジボワールをグループ首位通過に導く決勝点を挙げた。決勝トーナメントからは3試合すべてに先発出場し、 コートジボワールの優勝に貢献した。ありがとうございます。